ジョブロック。えぐない、ちょっと泣きそうや。やっと捕まった。ほんまによかった。ほんまによかった。やっと捕まった。やっと捕まった。めっちゃ嬉しい。もう誰かと思った。信じてよかった。よっしゃ、着いた。やばかったな。いや、なんかバケツの中にサイドンがタヌキの死体入ってんの見つけて、ちょっと俺らやばいみたいな、俺らやばいんちゃうみたいな、猫や猫みたいになって。ハンターの人やったな。よかったよかった。ケントウッドまで着いた。よし、早速また開始しようか。あれもやだし、頑張ろう。マッコンゴは乗せてもらいました。ここいただきました。大ちゃん、パンパンストラックおるからな。ちょっと端から行ったんだ。これジャクソンまで一人で。ああ、えいえい、はい、乗せてもらったイージャです。えいイージャライビングな。What up? よし、来たよ。ジャクソン着いたぜ。ちょっと今日早かったな。いや、なんでな。あの36時間待った時とか、昨日のキックボードに比べて俺ら光の速さやったで。なんでキックボードしたん俺。いや、分からへん。めっちゃ閑散としてる。でもここ一応長ミシシッピ州で一番でかい町らしいね。俺ら今からあのもらったサブウェイカードでサブウェイに食べに行こうとしてるわけや。なんか人おれへんよな。もう中心街って言ってたよな、さっき。サブウェイ閉まってもうてるやん。まだ8時やけどな。ジャクソン8時とか全ての店が閉まんねん。ジャクソンのクソン。何が言いたいの。てかジョー、明日からどうする。昼過ぎぐらいにはもう出るしかないやろ。何出てる。俺金ないから日中ぐらいしかない。カード使うかどうか。それはな、高いからな、バスとか使ったら。ああ、え、バス代なんぼやと思ってる。例えばシカゴとか。シカゴってだいぶ距離あるよ。1000キロぐらいある。もう普通に120ドルぐらいするやろ。考えたら37ドル。嘘つけ。メンフィスまでメンフィスまでは40-50ドル。ちょっと待って、頭こんがらがってきた。近いねん。シカゴまでやろ、行く距離。うん、シカゴに比べてメンフィスの方が近いのに、メンフィスまでの方がこっから高い。高い。で、シカゴまでは37ドルで、メンフィスが50ドルぐらいかかるの。かかる。なんでなそれ。わからん。そんなんシカゴ行くしかないやん。あ、ちなみにセントルイスは何ぼなの。100ドルくらい。また、妥当やな。しゃ、行こう。お客さんが来てるやろ。店員さん、ちゃんと机拭いといて。うせえ、マジで。携帯で見てくれている方はこちら画面下のチャンネル登録ボタンから、 PC で見てくれている方はこちら登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。これからも俺と一緒に人生楽しんでいこうぜ。ありがとう。
ジョブロック。